はい、リサイクルショップ店長の小島翔大です。このチャンネルでは音楽について話をしていくんですが、今日は、バトル感というテーマでやっていきたいと思います。で、バトル感とは何ぞやっていうことで、まあ、レコードなんですけど、ちょうど今この1個ね、実物があるので、これを見ながら、やっていきたいと思います。通称バトル感ですねっていうものがあって、これは全部で10種類出てるんですけど、2つのアーティストの、カップリングっていう感じになってますね。で、まあ、日本独自企画のレコードですね。はい。ちょっとまあ開けていきたいと思います。今手元にあるのが、ジミヘンとザ・フーっていうね、カップリングになってますね。まあどういう組み合わせなのかっていうのはね、謎なんですけど、こんな感じで、はい。まあ71年に出たシリーズですね。まあ缶に関してはね、ある程度やっぱ経年によって傷みが出ちゃいますけど、中身、広告、マンドリルのデビュー版っていうかね、ファーストと、それからシングルもっていうことで、まあこの期待の新人って感じですね。バンドリューの広告と、それから、はい、これがまあ、ライナーというかね、端カードという感じで、こんな感じ、まあ、解説が書いてますというところで、あとは、タグが入ってます。これがまあなんていうかね、帯に相当するような感じかな。これのあるなしっていうところがね、一つポイントになるかなと思いますが、はい、バトルオブザ・フー&ジム・ヘンドリックスってことで書いてますと。はい、こんな感じでスポンジが入ってます。スポンジでレコードは2枚組ですね。2枚組だから、まあこれで挟んで保管って感じなのかなと思いますね。はい、この2枚ですね。普通にシンプルに、まあベスト版が2つって感じですね。ザ・フーの方とジミヘンの方、それぞれがあるっていう感じです。全部で10種類出てるんですけど、2回に分けて発売されています。71年の5月15日に最初の5つが発売と、それから1ヶ月後、71年の6月15日に第2弾の 5作ですね、発売という感じで出ていたようですね。今、紹介したこの手元にあるのが、まあ、第1弾からですね、ザ・フー&ジミヘンドリックスっていうのと、あとはね、第1弾を、まあ、見ていきますけど、ショッキングブルー&ゴールデンイヤリングっていう、まあ、オランダコンビって感じですかね、カップリングと、それから、ディープパープル&ジムヘンドリックスもありますね。そして、クリーム&デレック&ドミノスもありますと。あとは、アニマルズとブルースプロジェクトっていうね、ブルースプロジェクト、あのアル・クーパーのブルースプロジェクトも、このバトル缶シリーズに入ってますね。それから、翌月6月15日発売分の5つを見ていくと、クリーム&ジンジャーベーカーズエアフォースっていうね、はい、という組み合わせもありますね。それから、ビージーズ&ブラインドフェイス、あのクラプトンとかね、ジャック・ブルースのブラインドフェイスっていう組み合わせもありますと。まあなかなか独特な組み合わせなんですけど、割とね、クラプトン周りというかね、クリーム関連バンドなどが多い気がしますね。それから、ザ・フー&ジミヘンドリックスがもう一つあって、こっちの方は、ライブ音源ってことですね。ライブ版の、バトル感が出てますというところです。うん、それから、アニマルズ。アニマルズもちょくちょく出てきますね。アニマルズと、マザーズ・オブ・インベンション、フランク・ザッパーっていうのも出てます。はい。という形で以上10個あるようです。これが結構ね、まあ予測ではありますけど、多分当時オンタイムでもそこまでたくさん売れてないんじゃないかなっていうところなんですけど、まあコレクターズアイテムですね、完全にね。定価はね、3000円だったと思われます。はい。が、今ね、なかなか綺麗に現存してるもの少ないので、基本的に、まあ状態とかね、付属品がいいやつは数万円出さないと買えないっていう状況になってますね。はい。なかなか面白いアイテムですね。レコード缶です、レコード。まあ、中身がね、あんまり揃ってないやつとかは、うまくいけばね、1万円以下で買えるとは思いますがね、さっきのタグだったり、あとはその辺の広告もちゃんと出てますっていうのは結構高くなりがちかなというところです。というところで、なんかそんなにしょっちゅう見かけるものではないとは思うんですけど、こういう一応ね、面白いアイテムもありますよということで、今日は紹介させていただきました。もし欲しいよという方いたら、こっそり LINE などで連絡いただければというふうに思います。これはね、ちょっと缶はね、今ここにあるやつ、缶は多少の痛みとかあるんで、それもまあしょうがないような気もしますが、中のね、版は綺麗です。はい、ちなみにこれは2万6000円で販売中です。はい、というところで、通販番組みたいになってしまいましたが、一応こういうバトル缶、通称バトル缶と呼ばれるね、リリースはありますよっていうのは
ところの紹介でございました、ね、ためになったな、もしくは面白いなどね、思っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。